はい、こんにちは、林です。今日はですね、ガジェットの紹介をしていこうかなと思います。僕のチャンネルですね、実は今男性のね、視聴者の方が多いんですよね。女性4割、男性6割っていう感じで、これまではね、女性の視聴者の方も非常に多かったんですけれども、最近はね、ガジェットのレビューとかを始めているので、結構ね、男性の方もね、見てくださっているようになっているんですよね。で、その中でもやっぱり男性の方ってね、ガジェット好きじゃないですか。僕もね、結構ガジェット好きで、先月はね、スピーカー買ったりとかもしていたんですけれども、あとカメラとかね、買ったりもしているんですけれども、僕結構ガジェット好きで、今後はね、ガジェットの紹介とかもね、ちょっと増やしていきたいなとは思っているところです。で、今回はそのガジェットの中でも無印で買えるガジェットの中で5つ厳選してご紹介をしていこうかなと思います。結構ね、無印のガジェットもね、バカにできないものが結構ありまして、安いものからちょっと値段が張るものまで幅広く今回はね、ご紹介していこうかなと思いますので、ぜひガジェット好きの方はですね、男女問わず最後まで見ていただけたらなと思います。こんな感じで僕のチャンネルでは無印の商品紹介やっておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録していただけたらなと思います。ではね、早速、僕がおすすめする無印のガジェット5選いってみましょう。はい、ではね、今回は、無印良品で買えるおすすめのガジェット5選ということでね、無印のガジェットをね、僕が実際に使ったことある商品をね、紹介をしていこうかなと思います。ということで、まず1つ目はですね、これですね。はい、センサーライトになります。これね、先月買ったばっかりなんですけど、これね、1190円で買えるんですよね。で、これどういう風に使うかっていうと、ここにコンセントのプラグがあると思うんですけど、これを要はコンセントに挿して、ここの丸の部分ですね、ここ、これ実は人感センサーになっているんですよね。なので、例えば人が近づいてきたら、この人感センサーが感知して、ここのライトを照らしてくれるっていう、そういった商品になります。今ね、ちょうどこのライトが照らされている画像をね、お見せしていると思うんですけれども、こんな感じで照らしてくれますと。で、こちらの人感センサーなんですけれども、ここの正面の人感センサーが5メートルですね。人が5メートル以内に近づいてきたら反応すると。で、この側面の人感センサーに関しては3メートルですね。3メートル以内に人が近づいてきたら反応するという、そういった人感センサーになっています。で、これね、やっぱりね、僕買ってみて1ヶ月経って気づいたのが、夜帰ってきてから、まず足元を照らしてくれるんですよね。この部屋に入ってすぐのところにコンセント、これ挿しているので、僕がね、こう帰ってきたら人感センサーが反応して、これライトをつけてくれるんですよね。まずそれだけで明かりが灯されるっていうところ。で、あと夜もですね、やっぱりちょっとトイレに行くとあったりとか、ちょっと立ち上がるっていう時に、ここのね、ライトが足元を照らしてくれるので、暗くならないっていうのが、すごくいいポイントかなって思います。使えるとしたら、やっぱり廊下に設置したりとか、ちょっとね、足元を照らしたいなっていう場所にコンセントがあれば、これ挿せばすぐに人感センサーのライトになりますので、そういったものを探している方にとっては非常に使いやすいライトかなと思います。これね、1190円という、比較的安い値段で買えますので、これは本当におすすめしたい商品だなと思います。はい、では次はですね、これもね、先日ご紹介したばっかりのこれです。はい。こちらの、スマホ用防水ケースですね。これですね、僕大きいサイズを買いました。1990円ぐらいでしたね。ちょっと高かったんですけれども、僕やっぱりね、湯船に浸かってスマホを触るっていうのが、やっぱり一番幸せな時間というかね、ゆっくりしながらスマホでね、例えば YouTube の動画を見たりっていうことをよくやってるんですけれども、こちらの僕が持ってる iPhone 11 Pro、 これですね、標準で普通に防水ついてるんですよ。ついてるんですけど、僕ですね、この iPhone、いつもね、今年も iPhone 12 が出たらもう買い替えを決めているので、やっぱりね、それを考えると、万が一ね、水が入ってはいけないところに水が入って、それでちょっと故障とかしてしまったら嫌だなと、査定金額落ちてしまったら嫌だなってことで、いつもはね、ジップロックみたいなものに入れてスマホ使っていたんですよ。だけども、それがちょっと不格好だなっていうふうに思い始めていたので、今回ね、改めてこちらの防水ケースを買いました。で、これね、実際にもう1週間程度使ってみたんですけれども、非常に使い方簡単なんですよね。これをこう開けて、で、あとはスマホをこうセッティングすればいいという感じで、はい、こういうふうに使えますので、これでいつもね、YouTube とかを見たりしています。ただ、ちょっとこれの欠点としては、このサイドの部分ですね。このサイドの部分が、iPhone とかだったら、ここにね、音量のボタンとかがあるじゃないですか。それがちょっと操作できないので、ここで操作するしかないよねと。ここの部分でね。
こうやって操作するしかないよなっていう感じなんですけれども、まあ、側面のボタン別に気にならないって方は、まあ、別にそれはいいんじゃないかなっていう感じですね。で、iPhone 11 Pro レベルであればやっぱりこの大きいサイズの方がいいかなと思いますので、まあ、あの湯船に、ね、使って、まあ、こういう風にスマートフォン触りたいだったりとか、まあ、しっかりとしたスマホ用防水ケース欲しいという方はこの無印の、ね、防水ケースすごく使えるんじゃないかなと思います。ちょっと今気泡とかがついていてちょっと不格好なんですけれども、使う分には全然問題がない商品になりますね。ということで、次のおすすめはこちらのスマホ用の防水ケースになります。はい、では次はですね、ガジェットではなくてガジェットを入れるものです。はい、これもね、先々月ぐらいに買ったものなんですけど、こちらの無印のこれメイクポーチの小さいタイプですね。これをいつもガジェットポーチというか、まあ、僕がね普段あのリュックに入れているものとして使っています。これ開けるとこんな感じで、はい、非常にねスリムなんですよね。あのこのメイクポーチ惹かれた理由の一つが、まあ、まずこのスリムなデザインっていうところですね。ここがスリムなのでリュックとかに入れていても全然かさばらないっていうのがすごくいいポイントだなっていうふうに思いました。で、さらに言うとこれ開け方がですね、まあ、この上がパカッと開く仕組み、まあ、ポーチによっては例えば全体がパカッと開く、こう見開きのポーチとかもあるじゃないですか。で、僕それでもいいかなと思ったんですけど、そうなると中に入ってるものをね、もしかしたら落としてしまった時にぐちゃぐちゃになってしまうと、それはちょっと嫌だなって思ったので、この上の部分だけ開くポーチすごく使いやすいなと思いました。で、これですね、結構ポケットとかもついていまして、見えますかね、ここの部分にバンドがついてるんですよ。ここ、はい、まあ、まずここに細いものを2つ入れられるようなバンドと、まあ、これぐらいのちょっと太いものを入れられるようなバンドがついてるので、僕はここにいつも香水、こちらの、はい、アトマイザーに入れている香水とか、あとはリップクリームですね、はい、こちらの無印のリップ、そして、まあ、今夏場必須の日焼け止め、あとはミンティアを入れています。で、中にはあとワックスとか入れてますね。はい、僕がいつも使ってる N ドットのグリースとか、あとボールペンとか入れてますね。はい、こちらがボールペンですね。で、あとは MacBook につける用のこのハブ、USB のハブと、あとこれも先日紹介したメガネ拭き、まあデバイスを拭く用の、まあクロスみたいな感じで使ってますね。あとここにもポケットがありますので、ここには USB とかを入れています。まあ、他には、ケーブル類とかもね、こちらのポーチに入れてますね。まあ、こちらですね、メイクポーチっていう名前なんですけれども、まあ、ガジェットポーチとしてもね全然使えますので、まあ、そこはねすごくいいポイントかなと思います。まあ、僕はこのスリムなところに惹かれましたので、まあ、これね990円ぐらいでしたね。あのすごく安いなと思いますので、まあ、気になる方はぜひ購入してみてください。はい、では次はこれです。もう僕の動画では何度も紹介しています。はい、やっぱりね今年の春に出たこのケーブル収納は本当にいい意味で期待を裏切ってくれたなっていうふうに思いますね。まあ、これはこんな感じで今 iPhone の、ライトニングケーブル入れてるんですけれども、こういうふうに、はい、伸ばすことができたり、そしてここのね部分をこう回すことでコンパクトにケーブルを収納することができるっていう商品になります。これね190円です。めちゃめちゃ安いで、使い方としてはこれめっちゃ簡単で、要はここですね、ここの部分にこういう風にケーブルをねただ入れてるだけなんですよ。そう、入れてるだけなのにすごくねシンプルにケーブル収納できる。そしてこういう風に伸ばしたり短くしたりするのが楽なので、このケーブル収納を買っても3ヶ月ぐらい経ちました。で、これを買ってから、まあ、やっぱりねケーブルがね絡まるってことは全くなくなりましたね。で、こちらのケーブル収納ですね、僕はスタンダードなタイプ使ってるんですけれども、ここにちょっと出っ張りがあるスタンド付きもあります。で、それを買うとこのケーブル収納をここに置いて、またスマホをこういうふうに縦に置いてね、あのスマホスタンドとしても使えますので、まあ、気になる方はそういったあのスマホスタンドとしても使える、ケーブル収納の購入がおすすめかなと思います。ということで、こちらのケーブル収納、これはね今年の春に出た商品の中では、まあ、安いのにいい意味で期待を裏切ってくれたいい商品だなと思っています。はい、では最後、まあ、最後はね僕の動画を何回も見てる方はもう予想つくと思います。もうこれ、はい、こちらですね、 USB 用モバイルバッテリーっていう名前なんですけど、これはアンカーっていう会社ですね。あの結構ねガジェット好きの方は知らない人はいないであろうアンカーの、商品の OEM ですね。まあ、要はアンカーで販売しているというか、アンカーで製造しているものを無印に卸しているっていう商品で、これアンカーではアンカーのパワーコアフュージョン5000っていうバッテリーなんですよね。で、このバッテリーのいいところは
これね、モバイルバッテリーなのに、まずコンセントがついているので、別にケーブルとかなしで、このコンセントに直接挿すだけで、このモバイルバッテリーの充電ができると。で、さらに言うと、ちょっとこちらのケーブル使うんですけど、これをこうつけるじゃないですか。こうね、挿しますよね。で、そして iPhone につなげますと。こんな感じで普通にモバイルバッテリーとしては使えるんですけれども、例えば、この状態のままコンセントにこれを挿すと、なんと、このコンセント経由で、この iPhone が充電できちゃうと。要は、充電器としての役割も果たしてくれるんですよね。で、これは、要は、このデバイスに充電をした後に、この iPhone の充電が満タンになったら、次はこちらのバッテリーに充電されるので、これ旅行の時非常に使いやすいです。僕も先月旅行に行ったんですけれども、その際には、こちらのモバイルバッテリーを1つ持ち歩くだけで充電器としても使えるし、モバイルバッテリーとしても使えるということで、持ち物が減りますね。で、あといいところはこれ、ポートが2つついています。USB のポート2つついているので、2つのデバイスを同時に充電できると。で、この小さいのは、これはモバイルバッテリーを充電するための端子なので、これはほとんど使わないですね。ということで、こちら2990円で買えて、無印なのでね、普通だったらここにアンカーっていうね文字が入ってるんですけど、それが入ってないと。こんなにシンプルで、おしゃれなモバイルバッテリー欲しいという方は、ぜひ無印の、こちらのアンカーのモバイルバッテリー買うのが一番いいかなと思います。はい、ということで今回はですね、無印で買えるおすすめのガジェット5選ということでね、僕がね厳選して5つご紹介しました。やっぱりね、ケーブル収納とあとモバイルバッテリーのこの組み合わせだけはね、本当に皆さんにご利用ししたいレベルでおすすめです。特にねモバイルバッテリーはね、先ほどもお話ししたようにアンカーの商品ですね。結構ガジェット好きの方はですね、知らない人はいないであろうというアンカーのモバイルバッテリーなので、まず普通に使えると、もうバカにならないと。でケーブル収納も190円という安さなのに、ケーブルがね絡まらず、普通に持ち歩くことができるっていうのは非常に優秀な商品だなというふうに思います。この2つともですね、今年の春に出たばかりの商品なので、ちょっとね在庫が少なくなっている店舗もねあるっていうのは聞いてるんですけれども、見つけたらですね、ぜひ買っていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回はですね、無印のガジェットの紹介だったんですけれども、普段からですね、こんな感じで無印の商品紹介とかやっております。なんですけど、今後はですね、僕のライフスタイル全般というか、ガジェットとか持ち物とかそういったものをね、詳しくご紹介もしていこうかなと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録とこの動画のグッドボタン高評価ぜひしていただけたらすごく喜びます。あと僕個人的にブログとかインスタもやっています。ブログでは無印で買った商品の紹介とか、あとインスタでは僕の私生活を公開とかしておりますので、こちらもですね、動画の概要欄にブログとインスタのリンク貼ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。ということで、今日はですね、動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。